サンフランシスコ太郎です。本日はセキュリティ業界で働かれていらっしゃいました高橋さんにゲストにお越しいただきまして、個人のセキュリティについてお伺いしていきたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、個人のセキュリティということで、高橋さんには何度かゲストで来ていらっしゃってるんですけれども、セキュリティ業界でも働かれていらっしゃったということで、本日はセキュリティについてお伺いしたいんですけども、はい、個人のセキュリティって実際テレビ番組とかで CM は見たりするんですけど、内容があんまり具体的なものが分からなかったりですとか、値段も高いんじゃないかなとか、そういう疑問とかがあってなかなか一歩踏み出せないんですけど、そういったところで高橋さんから個人のセキュリティこんな感じなんだよっていうところをお伺いしたいなと思うんですけれども。はい、そうですね、結構私個人のセキュリティ業界5年ぐらいずっといたんですで、多分年間100件ぐらいのご自宅を見ていて、実際に窓ガラスが割られてしまっている現場とかも見たりしたこともあったんですけど、結構やっぱり実際そういった場所にいると、あ、なんかこういうサービスあったらいいんだろうなっていう風に体感することもあって、セキュリティっていろいろなやり方っていうのがあるんですけど、メインでよく CM とかでやっているものだと、扉とか窓とかにこうセンサーをつけて、それがこう反応した時に知らせが行って、ご自身のスマートフォンとかに知らせが行ったりとか、最寄りの警備待機所みたいなものがあるんですけど、そこから駆けつけていくみたいな、そういう感じですね。私が働いていたところは警備拠点から20分以内に駆けつけられないような場所のご自宅に関しては契約自体できないっていう風なことが決められていたので、ご契約時にはここから必ず駆けつけますよとか、そういったようなアナウンスをしていたりっていうのがあります。一番こう入っといていいんだろうなって思うのは、一人暮らしとかだとこう帰ってきた時に、もし万が一家の中に誰かがいたら怖いじゃないですか。扉を開けて鉢合わせになっちゃった、まあ、最悪家の中のものを取られたりしたらそれも仕方ないけど、会っちゃったら本当に嫌だなっていうのがあって、そういう時に警備システムに入ってれば通知が行くから、あ、今扉がなんか勝手に開いてるぞとかっていうのが分かるので、そういう通知が来た時には離れたところで待つとか、そういうこう対策ができるっていうのはいいところかなって思います。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今鉢合わせとかお話出たと思うんですけど、本当に怖くて、まあ、男でも怖いんですけど、今女性の社会進出ということで、まあ、女性の一人暮らしって結構増えてると思うんですよね。そんな時女性がその鉢合わせとかしたら本当に怖いと思うんですけど、まあ、やっぱり女性の方に対してセキュリティ絶対やっといた方がいいよみたいな、そういうお話があればお伺いしたいなと思います。そうですね、個人向けのセキュリティって本当にピンキリでいろいろあって、でマンションタイプとかだと、もともとそういうセキュリティが入っているようなマンションとか、そういったところに入るっていうのもありだと思いますし、そういうマンションとかがないよっていう場合はマンション用のすごい簡易的なセキュリティシステムっていうのもあって、月3000円か4000円ぐらいで入れるので、そういう方法で入るっていうのもありかなと思います。意外と数万円ぐらいするのかなと思ったら、3000円程度でも入れるものもあるって、うんうん、そうですね、あります、あります。それぐらいのものでも全然セキュリティ効果としてはある、うん、そうですね、金額が変わってくる理由としてはセンサーの取り付ける個数なんですね。その個数っていうのがだいたい窓につけるんですよ。なのでマンションの窓ってそんなにないじゃないですか。だから扉とベランダのバルコニーの窓とかだとしても2つとか3つなので、まあ、価格的にはそのぐらいで、一戸建てとかだと窓の数が増えるじゃないですか。そうするとセンサーの数が20個とか30個とかになってくるので、金額が7000円とか8000円とかっていう感じですね。じゃあ結構本当に女性の一人暮らし程度でしたら、うん、その3000円程度でもちゃんとした防犯対策ができるという、うん、そうですね、ことですね。ということで、はい、実際ね、その価格感とか素人からしたら全然分からなかったんで、うん、そこら辺のお話今聞けたんですけど、実際セキュリティとか今防犯対策何もしてないよって方も結構いらっしゃると思うんですが、そういった人に対して、まあ、今までのお話でも結構あったと思うんですけど、やっぱりセキュリティはやっておいた方がいいよっていうなんかポイントがあれば最後一言伺いたいなと思います。
そうですね、セキュリティって、まあ、こうすれば絶対に安心だっていうのってないんですよ。だからどこまでやるかっていうところはやっぱりあるので、ご自身の置かれている環境とか心理状況とかそういったものから選択していただければいいかなっていうふうには思うんですけど、その一つの選択肢として一人暮らしで鉢合わせとかが怖いなって思った時には、外部の警備会社とかのシステムを使ってみるのもいいかなっていうふうに思います。ありがとうございます、はいはい、ということでセキュリティって意外とお手軽にできるものっていうことが分かって、やってないのとやってるのじゃ全然違いますもんね、やっぱり。あ、そうですね、はい、まあ、やっぱり入っておけばよかったっていう風に実際被害が遭われてから思うのはちょっと遅いので、その前にやるかやらないかだけでも一回調べてみるっていうのはやっていただけるといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんセキュリティをちょっと調べることからまずは始めていただければなというふうに思います。本日は高橋さんに個人のセキュリティについてお話をお伺いいたしました。高橋さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。